C'est quoi ce qu'il y a de ça?扉をくぐらんとする者よ、この先には試練が待ち受ける。我が試練に打ち勝て。さすれば何時に。千の棘を持ってその身に絶望を刻み、塵となって無明の闇に消える日。砕け時の魔もう僕は逃げない。Thank you, the bully here. Sora! I'm not mad at you. Ada tali nak? Tidak bisa semudah itu, Kurang asam.万物の根源たる支柱を司るエイドス、その絶えなる輝きをもって我らの脅威を退けたまえ。光よ、我に集いて魔を打つ陣となれ。サンクタスノバ。ジュリフルマやね。ほら、elemental aja lah, max pas dah. Mada, makerare nai. Terima kasih. Yoku zo shiren ni uchikatta. Koko ni kiyoku no kakera to shukufuku o ataen.Oh, Phantom. Kaito B 調査レポート。その犯罪歴及び経歴に関する考察。インペリアルクロニクル調査チーム編。我々の収集した。おびただしい資料が称する通り、怪盗 B の帝国での活躍には華々しいものがある。
帝国美術館に収蔵されていた数点の絵画に始まり、税関倉庫から七曜石の結晶、帝国軍の研究施設からは新型戦車、彼の向かうところ一つとして無事なものはなかった。挙句は青年将校に化けてパーティーに潜入し、去る公爵夫人と駆け落ちまでしている。しかしここが不可解なところなのだが、なぜなら大抵の場合、彼の手にかかった物品は持ち主が見たら失神しかねないようなとんでもない場所に置き去りにされるか、ミラに監禁され貧民街のどこかに雨となって降り注ぐのが上等であったからだ。だが勘違いをしてはいけない。怪盗 B は間違っても単なる貴族ではない。その高齢が先ほどの公爵夫人だ。駆け落ちから現在に至るまで約半年余りと、このように彼の目をつけた獲物が一向に帰ってこないケースもまあまああるのだ。帰ってこない、神がかり的な盗みのテクニックと、盗品に対して見せる支離滅裂ともいえる態度、一見気まぐれな犯行にも見えるが、怪盗 B が標的とした物品を眺めていくと、そこには一つの共通した思想が見えてくる。例えば美術館から盗まれた絵画はいずれも名匠の手による傑作ではあるのだが、愛好家の貴族階級には難解すぎると不評で展示。同じく倉庫の七曜石は税関で没収されて以来人目に触れることなく保管されてきたものであり、帝国軍の新型戦車も高い機能性を誇りながら開発を打ち切られ埃をかぶっていた代物である。復帰すれば例の公爵夫人も似たような状態にあった。旦那である公爵は目かけばかりにうつつを抜かし、妻の相手をおざなりにしていたというわけだ。世の中の見捨てられた美を見出し、愚かな持ち主の元からそれらを救出する、そんな理念が怪盗 B の脳裏にあったことは疑いない。美の解放、彼の予告カードを飾る言葉がその少佐である。ミラではなく理念のために犯罪を働く。おそらく仮面に隠された彼の正体はそんな独自の美学の中に潜んでいるのだ。Who is Phantom B? 怪盗 B の正体についてはすでにいくつか説が上がっているが、残念ながら数ばかりがむやみに多く、どれも決定的と言えないのが実情である。挙句最近では自らが怪盗 B だと名乗り出てむざむざ捕まるという水凶な偽物まで現れる始末だが、かといってそれらが一律に信憑性がないわけでもない。ここで最近巷などで特に噂されている3つの説について紹介しよう。ケース1、経歴。 X は身分詐称を繰り返し貴族階級の令嬢たちとの恋愛を謳歌した希代の詐欺師として知られる男である。その顔立ちは秀麗で大変プライドの高い人物だったという。温暖な南方の貧しい家庭に生まれた X は小遣い稼ぎのため幼い頃から常習的に盗みを繰り返してきたそうだ。証言元である当時の仲間によると、 X は盗みに関して捕まったことが一度としてないらしい。 X が詐欺師となったきっかけは明らかに身分の異なる麗しの令嬢に恋をしたことにあった。X の国では当時貴族による支配が絶対的であり、身分違いの恋愛など不可能に等しく、彼は自らの身分を偽る考えに行き着いたのだ。かくして身分詐称に手を染めた X は他にも様々な禁断の恋を謳歌したという。そして10年前に経歴詐称の容疑で捕まり、その後奇跡の脱獄を果たしてから彼の行方は一切不明となっている。考察、比類なき盗みのテクニック、そして貴族令嬢との禁断の恋、どちらも怪盗 B を匂わせるキーワードだ。そして特筆すべきは、 X が彼女たちの家の財産などに全く興味を示さなかった点である。 X は彼女たちと付き合うことで金銭的な利益を上げたことは一切なかったのだ。身分というつまらないものによって恋を謳歌できぬことを憂いた X、
そんな彼の考えは、怪盗 B が唱える美の基準にどこか。ケース2、経歴 Y は悲劇の画家として知られる男である。北方の中流家庭に生まれた Y は、ある有力貴族のお抱え画家として迎えられ、後になって分かったことだが、この時 Y は多くの贋作をも世に送り出したそうだ。当時その貴族は Y に贋作を書かせることで不当な利益を貪っていたとのことである。だがある時 Y は突然その貴族の元を去る。理由については未だに詳しいことは分かっていない。そしてここからが悲劇の始まりだった。突然の訃報の知らせ。 Y が貴族の元を去った直後、彼の恋人であった両家の娘が交通事故でその命を落としたのである。証拠はないが、娘の死に貴族が関わっていたのではないかということが噂されている。恋人が眠る墓地での目撃を最後に Y の消息は途切れ、彼は以降悲劇の画家として語られるようになる。そして数年後、何者かによって貴族が惨殺され、この事件は終わりを迎えるのである。考察。 Y にまつわる事件は未だ謎が多く、さまざまな推測を持って語られることが怪盗の正体説の一つとして浮上した理由だろう。加えてこのケースには具体的な関連が一つある。それは怪盗 B が時に贋作を偽りの美としてこの世から葬り去ることがあるということだ。つまりこの行為は Y として自らが手がけた贋作を消すため。なお実際に怪盗 B が葬った品のルートを探った際、それが Y の贋作であったことも判明している。ケース3、彼経歴。最後に紹介する Z はこれまでとは少し毛色の違う。 Z は遥か東方の地、由緒ある武家の名門に生まれた男だ。容姿端麗にして華奢な体つきなのだが、それをものともせぬ天賦の才の持ち主として有名を欲しいままにした希代の武術家である。合わせて頭脳明晰でやや自己陶酔の気性を備えた人物であったと言われている。家柄、才能、容姿、その全てに恵まれた Z は世の中に退屈を感じていたという。そしてその思いは愚痴としてたびたび周囲にぶつけられていたそうだ。Ya, bisa aja tipe orang yang kurang kerjaan ya, mau jadi orang, mau jadi phantom B. そしてある時、その行く先を誰にも告げず。考察。これは天才ゆえの機構と考える説。なお、Z が使う技の動きと怪盗 B が使う怪しい奇術に一致点があるとの証言もあるが、信憑性という点において他の数ある壁説と大した違いはないだろう。だがあの仮面の下に東方系の人物が隠れているとする考え自体が非常に面白く、あらゆる想像をかきたたせてくれる。以上、それぞれ方向性の異なる3つの説を挙げた。 X が、 Y が、そして Z が B になったのか、はたまたそれらとも違う A なる人物が存在するのか、怪盗 B 本人の口から真実を聞く以外にそれを確かめる手段はないだろう。もっとも彼の口から流れ出る真実を真実として受け入れられるのであれば。だが追記。この記事が世間の目に触れた後、怪盗 B からと思われる一枚のカードが当社に届いた。以下にその内容を書き写す。諸君はすでに我が正体を知れり、我が数字が真実を指し示す。この文書によれば、我々はすでに怪盗 B の正体を掴んでいることになるが、残念ながら現時点で本誌が用いる情報からは判断がつかない。果たしてこの問いに答えを見出せる者はいるだろうか。
Nggak mungkin secepat itu ya, bisa bongkar ya. Well, aku pikir kayaknya ini udah cukup lagi. Aku bakal potong di sini lagi, gitu aja. Terima kasih buat yang nonton. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Arigatou gozaimasu. Mata ne mina. Bye-bye.